どうも皆さん、こんにちは。留学ワールドのシュートです。本日はですね、動画のタイトルにもありますように、中高生必見サマーキャンプ行くならここ、おすすめの場所5選ということでやっていきたいと思います。ということで、本日もですね、留学ワールドのカウンセラーの方にお越しいただいて、サマーキャンプについて詳しくお話ししていただこうと思っているんですけれども、初めましての登場になります。留学ワールドの吉田さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。留学ワールド名古屋支店に所属している吉田と申します。よろしくお願いします。この動画ね、初めましてだというふうにね、思いますので、視聴者の皆さんですね、ぜひですね、名前とかを覚えていただければな、なんていうふうに思いますけれども、今回はですね、その吉田さんをお迎えして、サマーキャンプということで、これから日本夏休み突入していきますけれども、中高生で海外行きたいなと思っている方だったりとか、あとはその親御さんだったりとかはですね、まあ、ワードとして聞いたことあるかなというワードだと思いますが、このサマーキャンプについておすすめの場所5選ということをですね、カウンセラー目線でピックアップしてきてもらいましたので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。留学ワールドではですね、サマーキャンプをはじめ、さまざまな国への留学のお手伝いをしておりますので、留学に興味のある方は概要欄にウェブサイト貼っておりますので、そちらの方からチェックしてみてください。留学ワールドを利用ですね、さまざまな特徴がありますので、こちら留学ワールドのおすすめポイントをですね、吉田さんの方からお話ししていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、推しポイントですね。まずは手数料を一切いただいていないということになります。なので、お客様が直接申し込まれた時と同じ金額でご案内が可能です。また弊社は世界12都市に直営のオフィスがございます。何かあった時のバックアップにもご安心いただけるかと思います。さらにですね、入金後から渡航前まで祝日以外の毎日オンラインでの英会話レッスンにご参加いただける特典もございます。ネイティブの先生がレッスンしてくださるもので、渡航前の英語力アップにもご活用いただけます。最後にですね、弊社は J クロス認定エージェントになっております。消費者庁ですとか文部科学省など政府機関からのアドバイスをもとに作成したルールを遵守しているエージェントのみが認定を受けることができます。こういったことでも弊社の安全性をお分かりいただけるかと思います。以上が弊社の推しポイントになります。ぜひですね、様々な魅力がある留学ワールドを利用ですので、海外留学に行く際はですね、ぜひですね、お声掛けいただければというふうに思います。ということで、本日は中高生必見サマーキャンプおすすめの都市5選ということでやっていきたいと思います。ということでですね、早速やっていこうというふうに思うんですけれども、まあ、サマーキャンプってそもそも何というふうにですね、思う方もね、いらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、こうサマーキャンプってはそもそもどういうものなんでしょうか？はい、まずですね、このサマーキャンプ、サマースクールとも呼ばれるんですけれども、もともとは北米ですとかヨーロッパの長い夏休みを子どもたちのために活用しようと始まったプログラムになります。学校がお休みの期間も子どもたちにたくさんの経験をと考えられたプログラムがサマーキャンプなんですね。で、また日本人留学生が参加する場合には、もちろん日本の夏休みに合わせますので、7月から8月、1週間から8週間などの期間でプログラムに参加されることが一般的です。対象の年齢は9歳から18歳。滞在方法はホームステイもしくは寮になります。最終的には学校のプログラムによりますので、各学校の詳細、プログラムの詳細というところから確認する必要があります。なるほどですね。北米だったりとかヨーロッパで始まったプログラムということで、様々な国からですね、子供たちがやってくるということで、日本から行くお子さんもですね、こう国際感覚、非常にですね、こう豊かになって帰ってくる、そういう経験ができるんじゃないのかなというふうに思いますけれども、日本の夏休みのこの期間も、いろんな国からちゃんとそういう他の留学生とかも集まるっていう感じなんですよね。はい、もちろんたくさんの国からご参加いただいておりまして、ブラジル、メキシコなどの中南米であったりとか、ヨーロッパの方からもご参加いただく生徒様がいらっしゃいます。いいですね。なんかいろんな国の友達が作れそうでいいなというふうに思いますし、期間も1週間から8週間ということで、まあ、自分の好みに合わせてね、選ぶことができるというのも魅力的かなというふうに思いますし、対象年齢も9歳から18歳ということで幅広いのでね、いろんな方がこのサマーキャンプ行けるんじゃないのかななんていうふうに思うんですけれども、北米ヨーロッパで始まったプログラムということなんですけれども、これプログラムっていうのは基本的にどういうプログラムがあったりするんでしょうか？はい、ありがとうございます。海外の、語学学校ですとかボーディングで開催されるプログラムは非常に種類が豊富でして、英語プラスアルファを経験できるプログラム充実しています。こちらでいう今ボーディングと私申し上げたんですけれども、要はですね、寮の滞在が可能な学校ということで、このボーディングという使われ方をするのは主にイギリス留学、現地校へのご留学の際に使われます。
で、プログラムのお話戻りますけれども、豊富というふうに私申し上げましたが、例えばプラスアルファとして何ができるのかと言いますと、写真のワークショップがあったりとか、アートを学んで作品を作っていただいたりとか、ゲームを実際にデザインしてみたり、ビジネスに関する英語を学んでそれを実践に移してみたり、あとはスポーツを楽しむですとか、都市の観光などを含めてアクティビティを楽しむ、こういったプログラムがあります。うん、いいですね。なんかこう英語を学ぶだけではなくて、自分の好みだったりとかそういうものに合わせてプラスアルファの学びができるというところで、普通のこう留学とあまり変わらないようなね、そういうものがこうサマーキャンプ非常に魅力的だなというふうに今お話を聞いてて思いましたのでね、夏の期間だけ行ってみたいななんていう方はこのサマーキャンプすごくいいななんていうふうに思うんですけれども、まあ、いざですね、じゃあどこに行こうかなとかっていうふうに思った時に、まあ、サマーキャンプってどういうところで開催されてるのかとか、どういう都市が人気なのかとかですね、まあ、あまりイメージ湧かない方もいるのかなというふうに思うんですけれども、サマーキャンプの渡航先として人気な都市というのはどういうところになってくるんでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらのスライドぜひご覧いただきたいんですけれども、第1位としましてロサンゼルスになります。はい、第2位イギリスの地方都市、第3位トロント、第4位バンクーバー、第5位セブというふうにランキングをつけさせていただきました。いいですね。なんか本当に北米、あとヨーロッパ、アジアとですね、幅広くですね、いろんな場所でサマーキャンプ開催されてるんだなというのがわかるんですけれども、ここからはですね、まあ、それぞれの都市がなんでこう人気なのかとかっていうところも詳しく解説をしていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、どっちからいきましょうか。1位と5位は5位からでお願いします。5位からいきましょうか。わかりました。じゃあ5位のこのセブ、フィリピンからですね、この人気の秘訣というのをですね、教えていただきたいというふうに思います。はい、ではですね、第5位セブ、なんですけれども、こちらはですね、海外初心者にも安心、英語学習もアクティビティも楽しめるということでおすすめさせていただきます。ポイントとしましては、成田空港からは5時間半ほどと非常に今近いということですね。日本人スタッフが常勤している学校も多いですので、海外初心者の方にも安心です。学校敷地内などの寮で生活ができるというところも魅力の一つです。アクティビティも基本的にはスタッフが同行いたしますので、海外でのまあ生活、観光などに不安がある方もこういったポイントで安心していただけるかなと思います。注意点としましては、やはりですね、日本人に非常に人気の都市でもありますので、日本人留学生は非常に多いです。日本人がいる環境をどうしても避けたいという方にはおすすめはできかねてしまいますので、ご注意ください。なるほどですね。まあ、ただこう日本からアクセスもしやすいですし、ヨーロッパとか北米に比べると時差も少ないと思いますので、そういうところで安心感を得たいという方にとってはこのセブ非常に魅力的かなというふうに思いますし、日本人スタッフがいるという意味では、こう初めての渡航先としてはすごくいいんじゃないのかなというふうには思いますよね。まあ、アクティビティもね、充実しているということですので、まあ、夏休みの旅行に合わせてですね、セブに行ってみるっていうのもすごくいいんじゃないのかななんていうふうにお話聞いててね、今思いましたけれどもね。まあ、5位セブということで、次の第4位どちらの都市になりますでしょうか。はい、第4位はバンクーバーになります。日本からも行きやすいイングリッシュネイティブの都市として挙げさせていただきました。日本からは9時間ほどと比較的近いということ、また英語プラスアルファのプログラムの選択肢が豊富であること、ホームステイと寮から選べる滞在プランがあるということ、そして文化と自然を感じるアクティビティが非常に豊富であることになります。注意点といたしましては、こちらもセブと同様に日本人の留学生が非常に多い都市ではありますので、ぜひですね、現地で生活する上では日本人留学生同士で固まりすぎないようにご自身で意識して注意してもらうといいかと思います。でもここもね、もともと語学留学先だったりとかワーホリだったりとか、そういう渡航先としては非常に人気の留学先だと思いますので、そういう意味でこう日本人がアクセスしやすい都市なのかなというふうには思いますし、英語プラスアルファのプログラムの選択肢が豊富というところもですね、非常に魅力的かなというふうに思いますので、自分が何かこう学んでみたい、そういうジャンルがある方はですね、バンクーバーいいんじゃないのかなというふうにも思いますけれども、やはりこう人気の都市というのは日本人が集まりがちなんですね。そうですね、日本人の方が安心して滞在できる、勉強ができる環境というのはどうしても限られてくると、でそこにまた日本人の方が集まりやすいというのは傾向としてはありますので、ただそれだけ日本人の方も満足していただきやすい都市であるということも事実ですので、そこはものは考えようというところでですね、ご理解いただければと思います。そうですね、そういうふうにこうたくさん集まるということはそれだけ人気ということですので、それだけ満足度高いですね、留学ができるんじゃないのかなというふうには思いますというところですね。はい、ということでいよいよトップ3に入っていきますので、まず第3位どちらの都市になりますでしょうか。
はい、第3位は同じくカナダからですけれども、トロントになります。こちらはですね、多民族都市ならではの国際交流が叶うカナダ一の大都市として挙げさせていただきました。ポイントとしましては、様々な文化を肌で感じる刺激的な都市になります。リトルイタリーですとか、コリアンタウン、チャイナタウンなどですね、多国籍な文化を味わうことができます。また先ほどのセブですとかバンクーバーに比べると日本人は少なくなりますので、そういった面でもおすすめです。滞在先はホームステイ寮から選んでいただくことができまして、大都市ではありながらもナイアガラの滝など壮大な自然も感じていただくことが可能です。注意点としましては、あえて挙げさせていただくとすると、日本からの飛行時間がやや長めとなっていて、直行便でも12時間から13時間程度、また乗り継ぎがあるフライトも多いですので、そういった点はご注意ください。そうなんですね。個人的にはバンクーバーよりもトロントの方が上っていうのが意外でしたけれども、これなんかトロントの方を上にした理由とかってあるんですか？はい、これはですね、やはり日本人比率に、関わってくる部分ではありまして、せっかくの留学を楽しんでいただくにあたって、日本人比率気にされる方はとても多いです。そういったところで、しっかりと日本人比率がもともと少なめと言われるところを選んでいただくのは大切なポイントかなというふうにも思いまして、バンクーバーよりもトロントを上にしております。さらにですね、トロントに関しましては、こちらにも記載の通りカナダ一の大都市になります。バンクーバーよりもトロントの方が大きい都市なんですね。一番大きな都市になるので、そういったところでもご留学ならではの経験をしていただきやすいんじゃないかということで、トロントをバンクーバーよりも順位を上につけさせていただいております。留学ワールド のルークもですね、たびたび動画にも出てますけれども、トロント激推しの都市になりますので、ぜひですね、皆さんもね、気になる方はこのトロント選んでみてはいかがでしょうかというところですね。様々な文化肌で感じることができるというところで、僕のイメージだとアメリカだとニューヨークとかの方に近いようなイメージを持ってるんですけれども、そういうふうになんかこういろんな人たちがこうミックスになってるような、そういう街なのかなというふうに思いますので、そういう感覚をね得たいなという方はこのトロントすごくおすすめかなというふうに思いますよね。はい、ということで次第2位はどちらになりますでしょうか？はい、第2位は都市を具体的に挙げているわけではございませんが、イギリス地方都市とさせていただきました。こちらはですね、魔法使いの世界を連想させる異空間で過ごす夏というふうにちょっとテーマ付けもさせていただいておりましてポイントとしましては、日本人が非常に少ない、ところでですね、国際交流が望めますということ。またアクティビティでロンドン観光なども、していただけますので、イギリスを、しっかりと楽しんでいただける。またボーディング寮での生活が叶うプログラムもあります。1週間から3週間などの短期でのお申し込みも可能になっています。注意点としましては、ボーディング寮でのご滞在となりますと、最初にお伝えの通り現地校でのご留学というのが一般的になりまして、この場合には費用はお高めになってしまうというところをご注意ください。なるほどですね。この第2位のね、イギリスの地方都市ということですけれども、この魔法使いの世界ということでね、何を連想するかというのは皆さんも人気のね、シリーズだと思いますけれども、地方都市ということでね、イギリスにも様々な都市があると思いますので、どういう学校があるのかとかっていうのはですね、ぜひですね、皆さんお問い合わせいただければなというふうに思いますけれども、僕はロンドンにですね、2年ほどいたので、ここロンドンじゃないんだという感じでね、非常にあれっていう感じでしたけれども、でも確かにそのサマーキャンプだったりとか、その中高生世代が落ち着いて安全に留学をするという意味では、ロンドンとかではなくてこういうイギリスの地方都市の方がいいんだろうなという気もしますし、全寮ということなので非常にその生活環境が充実していてですね、そこはこうね、送り出す側も非常に安心なんじゃないのかなと思いますよね。ということで、いよいよですね、第2位まで紹介してきましたということで、トップ5第1位になりますけれども、トップはどちらの都市になりますでしょうか？栄えある第1位はロサンゼルスになります。こちらはですね、テーマパークや映画の世界を満喫できる刺激いっぱいの体験が可能な都市になります。ポイントとしましては、アクティビティで有名テーマパークを楽しんでいただけることになります。アクティビティの一環として、同世代の仲間たちとこういったテーマパークに遊びに行っていただいて、思い出をしっかりと作っていただくことができます。また現地大学の教室で受ける英語クラスもありまして、滞在先はホームステイまたは寮から選んでいただけます。
やはりですね、ハリウッドということもありまして、映画の本場ですね、撮影や映画に関するプラスアルファに強いということもおすすめポイントになります。注意点といたしましては、日本人留学生は多めになります。先ほどもお話ありました通り、日本人の方からの人気が高かったりとか、満足度が高い都市というのはやはり留学生の方、日本人の留学生の方多めになりますので、そういった点はご注意点として挙げさせていただきます。なるほどですね。栄えある第1位、ロサンゼルスということで、こちらもアメリカ西海岸の大都市ですけれども、やはり多いです。まあでもそうですよね、せっかく夏に行くのであれば気候も良くて、まあなんかこういろんなアクティビティがあってですね、まああと現地の大学の教室で受ける英語クラスだったりとか、そういう経験もできて、非常にこう満足度高そうなね、都市かなというふうに思いますし、まあ僕はあまりロサンゼルス、旅行でしか行ったことないんですけれども、安心して留学できるような、そういう都市なんですね。そうですね、ロサンゼルスの方、現地の方っていうのは非常におおらかな方が多いとも言われておりまして、まあ、やはりアメリカではありますので、最低限の危機管理は必要であったりとか、一人で勝手にまあ出歩くようなことはしないでいただきたいですけれども、ロサンゼルスの生活、一般的には安心してお過ごしいただける環境であるかと思います。うん、いいですね。ホームステイとか寮から選べるというのもですね、非常にオプションも豊富かなというふうに思いますし、撮影とか映画に関するですね、プラスアルファということで、そういうエンターテインメント好きな方はですね、ぜひこのロサンゼルスおすすめなんじゃないのかなというふうにも思います。ということで、本日はですね、サマーキャンプにおすすめの都市トップ5ということで、留学ワールドのカウンセラーの吉田さんにですね、紹介をしていただきました。ぜひですね、今年の夏ですね、サマーキャンプ行ってみたいなという方は、もしくは来年の夏でもいいですし、再来年の夏でもいいんですけれども、行ってみたいなという方はですね、ぜひこちらの動画を参考にしていただければなというふうに思います。留学ワールドではですね、サマーキャンプをはじめ様々な国への留学のお手伝いをしておりますので、ぜひ海外留学に興味のある方はですね、概要欄に貼ってある留学ワールドのウェブサイトの方からチェックしてみてください。吉田さん、最後に今回のこの視聴者の皆様に、海外留学だったりとかサマーキャンプだったりとか、何か最後一言メッセージとともにですね、留学ワールドの特徴を最後にまたお話ししていただいて、動画を終わりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回ですね、サマーキャンプにおすすめの都市を5つご紹介させていただきました。お子様にたくさんの経験をさせてあげたい親御様、そして今中高生でいらっしゃって海外に興味を持ってこの動画を見てくれているそこのあなた、ぜひサマーキャンプご検討ください。それぞれの都市にメリットデメリットがありますのと、学校やプログラムによっても詳細は異なってまいりますので、ご興味を持ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではですね、改めて弊社の推しポイントをご案内させていただきます。弊社ですね、手数料を一切いただいていない会社になります。なのでお客様が直接申し込まれた時と同じ金額でご案内が可能になっています。また弊社は世界12都市に直営のオフィスがございます。何かあった時のバックアップにもご安心いただけるかと思います。さらにですね、入金後から渡航前まで祝日以外の毎日オンラインでの英会話レッスンにご参加いただける特典もございます。最後に弊社は J クロスの認定エージェントということで、政府機関からのアドバイスをもとに作成したルールを遵守しているエージェントになります。こういったことでぜひ弊社の安全性もお分かりいただければと思います。弊社の推しポイント以上になります。ありがとうございます。はい、ということで、様々なですね、こう魅力がある留学ワールドですので、ぜひですね、海外留学に行く方はですね、ウェブサイトの方からチェックしてみてください。もしですね、お問い合わせいただければですね、吉田さんとお話できる方もいるかもしれませんので、ぜひですね、皆さん楽しみにしていただければというふうに思います。ということで、本日は吉田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆さんもまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。バイバイ。